登録抹消、強制わいせつ致傷疑惑の山川穂高、ベンチ裏でのやんちゃな振る舞い、お気に入りの女性記者だけ特別扱い。侍ジャパンメンバーとして、大谷翔平やダルビッシュ有、ラーズ・ヌートバーラと共に WBC 制覇に貢献した西武の主法、山川穂高に強制わいせつ致傷疑惑が報じられた。 文春オンラインによると山川は昨年、20代の女性と都内で食事をした後、ホテルで女性を無理やり押し倒し、下半身から出血する怪我を負わせたという。警察は強制わいせつ事件として被害届を受理し、山川は WBC の地に取り調べを受けている。 山川は取材に対してホテルに行って女性に怪我を負わせたことは認めたが、無理やり行為に及ぼうとしたことは真っ向から否定している。報道翌日の5月12日、西武は山川を登録抹消した。球団は総合的に判断してコンディション的に抹消と説明しているが、報道の影響であることは明らかだ。ススポーツ紙デスクが語る。 もちろん警察の捜査次第ですが野球選手も昔のようにスキャンダルを起こしても活躍すればいいというわけにはいかなくなっている昨年発覚した巨人坂本勇人の中絶打体騒動では球団が表向きの処分を下さなかったことに世間から大きな批判が起きた西武としては生え抜きスターの松井一雄監督に泥を塗るわけにはいかない もともと西部はコンプライアンスに厳しい球団として知られている。2017年12月には週刊誌に報じられたわけでもないのに選手の不倫を匿名ながらマスコミに発表したほど、2020年10月には平尾博士、二軍打撃コーチ、当時、が二軍選手2人の私物を盗んだとして契約解除を下している。そのため 政府が厳しい対応を行うと見る向きが強いのだ山川自身がどこまでこの問題の重さを理解しているのかはわからないが山川は坂本とは違って刑事事件ですもしも逮捕起訴となれば球界全体の問題です同情今回の報道を受け SNS では愛妻家の山川が娘さんを WBC に呼んでいたのにとショックを受ける投稿が少なくないだが西武版の間では以前から山川の私生活の奔放さを知っている人も多く呆れ声が広がっている選手が仲の良い記者にだけ話すというのは珍しいわけではないのですが山川がひいきしていたのは女性記者が多かった その一方で、口もきかないほど嫌っていた女性記者もいた。山川とその女性記者の間に何があったかは分かりませんが、お酒も非常に強いのですが、酔ったら酒癖が悪く、後輩に無茶な絡みをするのは日常茶飯事です。酒が入ってなかったら面倒見は悪くないんですが、入団当初は先輩選手たちも可愛がっていたんですが、 こうしたグラウンド外での女と酒の失敗からありゃダメだと離れていった選手も少なくない西武はネット上で中学時代の特攻服写真が広まったり高校でバッテリーを組んでいた藤浪晋太郎の話から森友哉現オリックスがやんちゃと言われていましたがバンキシャの間では本当のやんちゃは山側で森なんて可愛いものだという認識でしたね 山川は順調にいけば今期中に国内 FA 権を取得する見込みで複数球団による争奪戦が予想されていた前で西武版はソフトバンクを筆頭にしたマネーゲームが展開されると予想されていましたが今回の報道でそれも厳しくなったでしょうこうした私生活の乱れの話は各球団知っていたわけですしねと見る 私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです。ライオンズの手法、WBC メンバーの肩書きはもう終わりかな。やった内容がえげつない。子供たちに何と説明すればよいのか。時間とともに忘れることはないでしょう。正式な謝罪会見をして、謹慎処分されてもなかなか今回のことで名誉挽回とはいかんでしょう。家庭を持つ父親としても 苦ししい立場になりましたオールスターの時ピコピコハンマーで他の選手叩いてて嫌な選手だなぁと思ったらまあイメージ通りだったわけだ当時の能力では当然呼ばれてもおかしくなかった坂本をコンディションを理由に回避したり。 WBC 侍ジャパンはプライベートもかなりクリーンなメンバーを集めたことで団結力が深まった感はあったけど後味が悪いねもしかしたら白かもと願う気持ちもあったけど多分ダメそうこの一連の山川騒動を見ると野球に対する歓声の違う森と山川がいたライオンズに戻りたくないとカープに移籍した秋山翔吾の判断が正しかったと思わざるを得ない。 山川に限ったことではないが、金ネックレスを首からじゃらじゃらぶら下げている選手に何か拒否感に近い違和感を持っていたので、正直あまりいいイメージは持ってませんでしたが、ああ、やっぱり、コートとバックコート、やれやれ、なんだかね、え、な印象です。人は見かけによらぬと言いますから、別に派手ないでたちの選手にろくなのがいないとまでは言わないが。 ある程度思想や性格も見た目には少なからず反映されてくるような気がしていますそういう意味では村上もジャラジャラ系な印象なので己の信念のままに引き続きこれからも浮つかず真摯に野球道に邁進してほしいと思う一野球ファンとして野球選手全般にグラウンドでのプレーしか知らないからプライベートなことやお酒とか女性関係とかそういう話になると幻滅してしまいます 山川もこれからはいばらの道を歩むのかと思うと残念な気持ちがかなりあります一方を聞いた時に驚きはしなかったな以前から見た目や言動からチャラいというかやんちゃな雰囲気を感じていたのでたまに見た目と中身が違う人もいるけど大体は外見通りのことが多い外見は内面の一番外側とも言うがまさにその通りだと思う 山川さんだけではないと思うが人としてやってはいけないことがある酒癖が悪いやつらはたくさんいるが人の功をや特定の人のみを特別扱いするのはプロとしてもいただけない今後について山川さん本人がどのように反省して構成するかがポイントになるこのままでは FA どころか どの球団からも声がかからず、引退に追い込まれる可能性がある。成績を残して金が入り、周りにちやほやされ、調子に乗ると痛い目に遭う。文春の取材時の服装が山川さんの私生活を物語っている。今回の件はやんちゃでは済まされない、子供人気も高い選手だろうに。まだ事実かわからないけど、WBC メジャー組が来てくれてよかった。 ダルや大谷がいなければ山川たが年長で中心になった可能性がある村上や岡本等これからの野球界を引っ張るメンバーが山川の影響を受けることなく大谷やダルの行動に憧れ学んだだろうことはよかった女癖の悪さがいつかこんなことになることを暗示していたような話だな ししかしいつも思うけど女性関係で問題を起こすと必ず次々によからぬ話が出るは出るは状態になっていくなマスコミもいろんな情報を握りながらいつか世に出したるから待ってろよくらいの勢いで虎視眈々とそのチャンスをうかがっているんだろうなやんちゃという言葉で素行の悪さをマイルドに表現するのは良くない傾向だと思う WBC とかの舞台でも大谷選手たちストイックな選手たちが醸し出す雰囲気とだらけたユニフォームの着方とか雰囲気が全く違うのですごく違和感があった結局こういうことに行き着くのかという感じで別に驚かない